皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回は本日のアップデートで追加された地下の大洞窟を探検したいと思います。そう、本日マインクラフトがバージョン 1.18 にアップデートされました。 1.18 は洞窟と崖アップデートということで、文字通り洞窟と崖に大きな変化が来ております。私はその中でも地下の大洞窟をめちゃくちゃ楽しみにしていましたので、今回はそちらを探検していきたいと思います。私と同じくアップデートを楽しみにしていたよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。前回の動画で地下の大洞窟への入り口は作っておきました。これで座標0付近までは降りられますね。今回のアップデートでマイナス64まで降りられるようになったはずですので、まずはそちらに向かっていきましょう。お、まさにここですよね。昨日岩盤だったんですよ。ディープスレートに置き換わっております。昨日はこれより下掘れなかったんですけど、今日になって掘れるようになっていますね。よーし、じゃあ早速掘っていきましょう。今は Y 座標が5、はいで4、3、2、1、0、マイナス1、来ました、マイナス台で。マイナス64まで下に掘れるんですけど、多分直掘りしてもまあ大洞窟にはたどり着かないと思うので、マイナス64の半分、マイナス32の地点ですね。ここからちょっと横に掘っていきたいと思います。まずはちょっとここはしごをかけておきましょう。で、今回の大洞窟大きく分けると3種類あるんですよね。1つ目はノイズ洞窟と言いまして、これが一番広いやつですね。灰色っぽいめちゃくちゃ広い洞窟です。で、もう一つが半模した洞窟、これは苔ブロックとか、あとはグローベリー、そしてドリップリーフとかが自然生成されるみたいです。そしてもう一つは鍾乳洞、これはドリップストーン系が生成されるやつですね。まあどれに当たっても嬉しいですけど、今回はできればノイズ洞窟狙っていきたいですよね。よーし、じゃあ頑張って掘っていきましょう。なんかこの辺りからゾンビの声が聞こえるんですけど、ですよね。待って待って、来た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 、ここですよね。はい、うお、ノイズ洞窟っぽいわ。そして待って、やめてやめてやめて、いろんな敵がめちゃくちゃいますけども、来た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 、これですよね。うわ、え、待って、想像の倍広いわ。広、これがノイズ洞窟だと思います。おっと、しかも初っ端からダイヤモンド発見しましたが、待って、敵多すぎやばすぎる。そしてさ、松明とか使おうと思ったけど、こんなに広いんじゃ松明じゃどうしようもないな。やっぱり暗視のポーション持ってきて正解ですね。うーわ、え、や、うーわ、え、やばくない？こんな、ちょい待って今感動に浸ってるでしょうが、はい、オッケー、とりあえず倒しました。そしたらせっかくなんで、まあこのディープスレート系の鉱石取っていきましょう。まずは、はい、レッドストーンですね。そして次はダイヤモンド。いや、全種類今回で見つかるかな。まあエメラルドはね、見つからないと思いますけども、ダイヤ何個あるかな。はい、まずは、おっと、2個あるぞ。はい、そしてその奥、3個4個かな。あ、4個だ。まあまあまあ十分でしょう。はい、ということでディープスレートダイヤ鉱石4個ゲットできました。でかくない？はい、そしてうわばばば、ゾンビめっちゃいる。ちょっとここさ、敵の脇がえぐいな。それは分かったわ。なんかやめてほしいな今回はちょっと感動に浸らしてや。うわばばば、まあトゲきてるからあんまり気にしなくても、ほら勝手にやられていくとは思いますけども。はい、そしたら次はこちらディープスレート金鉱石ですね。わ、これは結構いっぱいありますね。そう、なんか今回のアップデートで鉱脈って言って、鉱石がなんかこうまっすぐいっぱい生成されるみたいな、そういうのも追加されているみたいですので、まあ見つかったらラッキーレベルで探していきましょう。まあクリーパーは別に爆破させてもいいんですけど、不意に鉱石の近くで爆破されてね、ダイヤモンドがなくなっちゃったって言ったら嫌なので、一応倒しておきましょう。はい、そして鉄のディープスレート鉱石もゲットしました。うわ、あとは砂利とか凝灰石も混ざってんのかな。ちょっとそれも取ってみましょうか。これ凝灰石ですよね。こちら、そうですね、凝灰岩か、凝灰岩ゲットしました。うわわ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 わ、え、あ、またダイヤじゃね。え、待って、やばい、
ダイヤめっちゃあるここ。っていうかさ、単純に広いから見つかりやすいんだよこれ。ダイヤがこれ1個だけかな。できれば2、3個欲しいけど、上にも、あーないか。1個だけっぽいですね。まあまあまあ1個でも十分でしょう。そしてこの奥はもう繋がってないか。これさ、エリトラ使ってもいいんじゃね？ちょっとエリトラ使っちゃおうこれ歩いてても時間かかっちゃうからさ、ビョンビョン飛んで、探検したいと思います。じゃあロケット花火を手持ちに加えてエリトラを装備していきましょう。地下で飛ぶってなんか変な感覚ですね。はい、よし、じゃあ飛びますよ。地下でゴー。おーおーおー、いててててて、いやでも飛べる、全然飛べる、ほらちょっとぶつかるけど、おー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 、ダイヤとこの光ってる苔がちょっとややこしいな。いやでもこれ飛んだ方がやっぱ早いわ。おっと、そしてそこにラピスラズリがありました。まだゲットしていませんね。あれも取っていきましょう。いや、アップデート楽しいアップデートめちゃくちゃ楽しいんだが、そして最初ノイズ洞窟見つかってよかったですね。残り2つはちょっとあの特徴的なね洞窟になっていますんで、また今後見つけていければと思います。うわ、上にもラピスラズリあんな。あれディープスレートじゃないから、それもちょっと取りに行きましょう。そう、今私ねブロック博物館を作ろうってことで、結構ねいろんなブロックを集めておりまして、鉱石系のブロックまだ一つも集めてなかったんですよ。ですのでこのタイミングタイミングで集めていきましょう。はい、じゃあ砂利がいや、こういうの気をつけないといけませんね。新しいアパララアップデートでめちゃくちゃ広い洞窟が生成されちゃってるんで、上の砂利とかを崩した時に今みたいに大変なことになる可能性があります。はい、そしたらオッケー、これでラピスラズリの普通の鉱石もゲットすることができました。そしたらもうちょっと奥まで行けそうですよね。頑張ってそっちにも向かっていきましょう。うわ、エンダーマンとかもスポーンすんのか、やめてエンダーマンやめて、これも飛ぼっか。はい、じゃあぐるっと飛んでいきましょう。いてて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 、これでやばい、待って、切れる切れる切れる、ポーションが切れちゃいますね。これ切れた時にどれくらい暗いのかも見たいと思います。いやこれさ、松明とかじゃどうしようもならん。やっぱり一応ほら松明持ってきてるけど、こんなんじゃさ探検できないっていうか、何も見えないもんね。今までは天井が低かったから松明でもなんとなく明るくなってたけど、いや無理だわ、このね深い洞窟は松明おすすめしません。やっぱりこれ暗視のポーション一択ですね。今後はこの暗視のポーションを使って深い洞窟は探検していきましょう。ほら全然違うじゃん、絶対こっちの方が見やすいですよ。はい、そして普通の、鉄鉱石ゲットしました。ちょっとやめて、あなた、どうせさ私に向かってきたってさ、私トゲついてんだからさ、あなた勝手にやられんだよ。ほら見てて、みんな私トゲついてるから、ほらじゃあ立ち向かう必要なくない？はい、そしてここには銅鉱石が、おおまたまたダイヤモンド。え、待って、ダイヤ運がやばすぎるっていうか、ダイヤがありすぎる。普通に1個だけ、あー、銅と混ざっちゃってたのかな、もったいねー、うわもったいね今のもうちょっとダイヤ欲しかったけど、まあまあまあしょうがないですね。はい、そしたら銅鉱石を回収してさらに奥に進んでいきましょう。クリーパーやめて、クリーパーやめて、一応さクリーパーは怖いんだな、来ないで。そしてあとは金鉱石、これも全部ディープスレート系。うわ広っ。そしてラピスラズリもまたありまして、ああー違った、ダイヤだと思った。これややこしいよね、ダイヤだと思っちゃうわいつも。はい、そしてこの奥は、おっと、またダイヤ。え、ダイヤありすぎじゃないダイヤしかないんだが、逆にちょっと待って、ここマグマ危ねえかな、ちょっとそこにさダイヤ、あやばい、大丈夫、あー大丈夫だった。でここでなんとかこういう感じで、ちょ待って待って待って、やめて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 、あちゃ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 あ、待って、それ取りたいだけなんです私、どうすればいいんだろう。ここを登っていきまして、そこのダイヤを私にください。はい、こういて、ちょっと押さないでね、今ダイヤさ取ろうと思って頑張ってっから。ここ上を掘って、でよし、ラピスラズリのところまでは到着しました。そしたらこっから奥まで行って、そこのダイヤ、あれあれ、あーたたたたたた、ここのダイヤ取っていきましょう。1個2個2個かな、あー2個だ、まあまあまあしょうがないですね。はい、そしたら待てよ、マグマに、あちゃちゃ当たってないかな今今当たってないって、うっ、スライムいた、ちょっと待てよ、スライムいるってことはさ
ここスライムチャンクの判定とかもあんのかな。多分そうですよね。スライムチャンクって一定のあのバイオームっていうか座標か、座標にしかないんですけど、これさ地下でもスライムチャンクの判定あるってこと？ちょっとそのあたりはよく分かっておりません。とりあえずスライムがいました。はい、そして一番端まで来ましたが、もうこのあたりにはダイヤとかはなさそうですね。そして行き止まりだ。うわー、とりあえずまあ洞窟はここまでか。いやでもこのノイズ洞窟が見つかってよかったですね。いや、やばくない？ほら地下で飛んでるよ私地下でさエリトラで飛んでんのやばくない？うーわ、なんか私の想像の、わあダイヤあったちょっと最後それ回収して終わろう。私の想像の 2,3 倍マジででかかったです。はい、ということで1個のノイズ洞窟を探検しただけでダイヤモンドが、はい、12個もゲットできました。しかもディープスレートのねダイヤモンド鉱石ですのでちょっとだけレアだと思います。よーし、じゃあダイヤも手に入ってキリがいいので今回はこれぐらいで終わっておきましょう。まだまだ MK のゲーム実況チャンネルではバージョン 1.18 遊んでいきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。